皆さんこんにちは。先日新型のボクシーの純正ミラーご紹介させていただいたんですけれども、まあ、価格が非常に高いと、まあ、いうことで、今回社外品、私が非常におすすめしたい商品がありますので、そちらをご紹介します。今回ご紹介するのはこちらなんですが、アキーヨの V720S デジタルルームミラー。これが非常に新しい機能が入ったデジタルミラーになりますので、お伝えをいたします。おすすめポイントについてまずご紹介していきたいと思います。一つ目、おすすめできるポイントは何かと言いますと、このデジタルルームミラーの最大の特徴になります、こちらになります。全方位で収録ができるということです。この画面でご説明しようと思うんですが、前と後ろにカメラがついています。で、今私が手をこのような形でこのカメラの全周回してみるんですが、見てお分かりいただける通りで、このようにこちら側、横、水平方向の360度がまず収録できるのがお分かりいただけると思います。全く視界がない状態で、かつもう一つなんですが、こちら縦方向、お分かりいただけますでしょうか。こっちの360度、縦側の360度、および横側の360度、まあ、合計720度ということで、この360度カメラを横に設置する。今までは下に向けてる360度カメラがほとんどというか全部がそうだったんですけれども、今回のこのアキーヨのデジタルルームミラーは横に360度カメラを向けて、かつ前と後ろに360度カメラを使うことによって、720度で視界が全くない、ほとんどないといった状態で収録ができるということで、非常に安心感の高いドライブレコーダーになるということで、皆様にお勧めできるポイントの一つになります。もう一つお勧めできるポイントがあります。それはこれ見てお分かりいただけるかと思うんですけれど、今暗いところ、地下の駐車場にいるんですが、非常に画面が明るくなっているというのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。こういった薄暗いところだっても非常に明るくて露出の効いた画面になっているっていうのが非常に見やすくて、しかも高画質で高精細になっているっていうのが特徴になります。画面の切り替えというのがありまして、まあ、今この3画面表示しているものがあって、前の360度、後ろの360度、で、こちらがリアカメラの360度っていう表示の仕方と、こちら、まあ、ここの表示をもうちょっと、ここ、前と後ろの360度カメラをもうちょっとこう、ズームアップして映し出している画面。かつ、まあ、前だけ、で、後ろだけ。でも完全に後ろのカメラだけっていう、これだけの設定画面があるんですけど、まあ、見ていただくと、まあ、前に関しては正直、まあ、私の中でもそうなんですが、少し後ろに比べると暗いなっていう印象がありますし、後ろのカメラと比較しても少し露出が効いていないなっていう感じは正直あります。ですけれども、こちら、後ろに関しては、こういった車内、非常に薄暗い状況なんですけど、今電気今度消します。消してみても、これだけ露出が効いていて、明るい画面になっています。HDR とか WDR 機能っていうのが、取説上では書かれていないので、おそらくついていないと思うんですけれども、それでもかなり露出が効いていて、しかもくっきり鮮明。露出だけ効かせちゃうと今度ノイズが乗るんですけど、そういったものも一切なくて、くっきり綺麗にモニタリングされてるっていうのが
非常におすすめできるポイントの2つ目になります。3つ目なんですが、このようにミラー上で常時イベント駐車録画静止画、まあ、こういったものをファイルを分けて、かつ、まあ、例えば常時でお見せしようと思うんですけれど、このようにサムネイルがくっきりと見えるようになっているので、ファイルが非常に探しやすいというのがあります。まあ、今これは一般道普通に走ってる状態だったりするわけなんですけれど、まあ、こういった場所に応じて、あ、今ここは地下の駐車場にいるところなんだっていうのがしっかりとサムネイルで認識できてしまう。まあ、ここは普通に道路を走っているところであったりとか、ある程度どこを走っているのかと、まあ、ここはトンネルを走っているとかとか、トンネルを走っていたりといったところとか、まあ、こういった形でサムネイル上でしっかりと確認することができるので、動画もかなり探しやすいと、まあ、いうところが非常に僕自身使いやすいなと、まあ、試しにこちら見てみようと思うんですけど、まあ、これトンネル上なんですが、まあ、こんな形で収録できますし、先ほどお話ししたんですが、暗いところでも結構くっきりと鮮明に映し出されている。こちらが360度カメラの前後なんですが、かなりくっきり綺麗に満足のできる画質になってるなっていうのは私自身は感じるところなので、まあ、こういったところが非常に気に入ってるポイントになります。まあ、もう一つ駐車録画、駐車監視もこれついてるんですけど、この360度前後360度カメラ、計720度カメラが非常に役に立つんですけど、こちら見ていただくと分かるんですが、これ駐車監視にして私が車を全周回っている収録動画になるんですけれども、このように後ろが見えるわけです。で、前も後ろも見えて、どこに人が今いるのかっていうことが分かって、車の周辺で何が起きているのかっていうことが把握できるというところ、駐車監視においても非常に車を守るという上で有効的なカメラになっているというところになります。もちろん安全性という意味においても全方位見えた方がいいに決まってるんですけれども、こういった防犯においても非常に効果的なカメラになっている。で、かつ後ろにもこのようにカメラついてますんで、まあ、後ろも、まあ、後ろだけだと車で何が起きているかっていうのはわからないわけなんですけれども、360度カメラが一瞬リアルタイムで動いているわけですんで、まあ、このように360度カメラと照らし合わせて見てあげれば、車の周囲で何が起きているのかということがわかるということで、防犯対策という意味においても非常に使える、おすすめできるドラレコかなと私自身は思います。次に解像度なんですけれども、実際に道路を走ってる状態、そこも気になると思いますのでお見せしていきたいと思います。で、こちらがフロントリアの360度ということで、車内の状況がしっかりと、まあ、見える。360度カメラを横につけてるので下まで見えるということです。ここまで見えちゃうと自分が何をしてるのかっていうことがしっかりと分かっちゃうと、まあ、いうこともあるわけなんですけれども、かつ周りの状況というものも見れるということになります。で、なおかつ前も映し出しているということなので、まあ、このように今トラック前から後ろに過ぎ去ってますけれども、ほとんど視界がないといった状況の中で収録ができるので、万が一事故にあった時に状況証拠と、まあ、いうことで動画で担保をするという意味においても非常に有効的と思います。で、今のがこちらの前と後ろの収録動画だったわけなんですが、後ろは従来あるカメラになります。こちらは 2K 相当の 1920×1080p になるんですが、こちらを今止まってる状態なんですが、まあ、ナンバープレートも、まあ、正直言うとこの
ドラレコ上では少し見えにくいなっていうのはあるんですが、まあ、パソコン上でデータで確認をするとしっかりと見えているので、まあ、問題ないかなと思います。で、今度は、まあ、暗いところ、まあ、トンネルお見せすると、先ほどもお話ししたんですけど、前が少し薄暗い感じなんですが、後ろはもうかなり露出が効いていて綺麗に映っているのがお分かりいただけるかなと思います。ちょっと瞬間的になってしまうので、もう一度トンネルお見せしていきたいと思うんですが、このようにフロント少し暗めになってるっていうのはあるんですけど、まあ、リアに関しては非常に露出が効いていて明るくて、特にノイズが乗ってることもなく、高精細、高画質で高精細になっていると思います。で、こちらはリアカメラなんですが、リアカメラも非常に露出が効いていて、特にノイズが乗っているような状況もなく、高画質で高精細で収録されているのではないかと思います。はい、ってことで、今回こちらの最新モデル、去年の11月に発表された720度タイプのデジタルルームミラー、こちら世界初というふうに言われているんですけれども、私も使ってみて、これは非常におすすめできる、使いやすいドライブレコーダーだなと思いました。まず360度カメラの実用版と言っていいと思います。今までの360度って非常に実用性がなかった。見ていただくとわかるんですけれども、このように横方向、縦方向の360度が同時に使えて、なおかつ後ろにもカメラがあって、でそれだけじゃダメなんですけれども、 1920×1920p ということで画角も非常に大きくなっています。で、360万画素ということの360万画素ということなんで、すごくくっきりと鮮明に映し出されてる、360度カメラなんだけれども鮮明にくっきりと映し出されてるんで、非常に実用性の高いカメラになっているっていうのが、まあ、私自身一番大きくいいなって思ったところになります。かつミラー自体もかなり大きいものになっていて、説明書には書いてないんですけれども、だいたい12インチぐらいだと思います。ミラーが非常に大きいんで、十分後ろの確認というのも、まあ、これだけでも正直できてしまうといったぐらい見やすいミラーになっています。こういうところも非常にいいなって思いました。いいとこばかり言ってしまうとプロモーションしてるんだろうっていうふうに思われるかもしれないので、まあ私自身悪いなって思ったところを一つご紹介するんですが、それは暗視機能がついてないということになります。ですので、まあ私駐車監視結構気にして製品見るんですけれど、特に車を守ってほしいと、車上荒らしとか盗難とかそういうものをすごく気にしたりしているんですけれども、こうやって見ていただくと、夜もう明かりが全くないようなところになってきてしまうと、さすがに露出を高く設定したとしても、やっぱり周りはもう暗い状態になってしまっているということなので、やはりある程度光があるようなところだと結構くっきりと鮮明に動画収録してくれるんですけれど、光が全くないようなところ、足りないようなところになってきちゃうと、まあ、ほとんど見えないと、まあ、いうことがありますので、まあ、あくまで駐車監視っていうことにおいて、夜間の駐車場での駐車監視ということにおいては、まあ、少し赤外線カメラを搭載している3カメタイプのドラレコありますけれども、まあ、それに比べるとやはりかなり劣ってるところはあるかなと、まあ、いうところを、まあ、あえて悪いところかなと、まあ、いうことで今回感じたところです。はい、はい、ということで、まあ、今回いずれにしましてもこちら非常におすすめできるドライブレコーダーということで、まあ、ノアボクシーの純正ドライブレコーダーが99,000円、まあ、ホンダのアドバンストミラーもだいたい10万ぐらいするものなんですけれども、こちらはスマートミラーでありながらもドライブレコーダーとしての機能がついていて、なおかつドライブレコーダーとしても最先端の720度カメラについたドライブレコーダーと、まあ、いうことになりますので、これは非常におすすめできる。で、価格は通常のドライブレコーダーよりも少し高い
価格帯にはなってるんですけれども、その費用を払う分だけの価値というものは十分にあるんではないかなと、まあいうことを今回私自身感じましたので、まあおすすめ商品ということでお伝えをいたしました。はい、ってことで今回はこちらのアキーヨの V720S のデジタルルームミラーご紹介をいたしました。当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただけますと幸いです。またチャンネル登録高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。